お疲れ様でございました。お疲れ様でした。ふわちゃん、急いで急いで、ふわちゃん。いやー、素晴らしい演奏とともにお届けいたしました。お疲れ様でございました。日本博のステージご覧いただきました。モデルの皆さん、どうし、はい、こちらね、ありがとうございました。ふわちゃんは残ってください。ふわちゃん残ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。そして鈴木福くん、ゆめちゃん、たのくん、ほまちゃん、どうぞ前へお越しください。かわいいね、ほんとね。ちょっとアクリル板入れさせていただきますね。すごいやんか。今実際に弾いてたんやもんね、こと。すごいね。ね、井上さん目尻下がりっぱなしでしたね。いやいや、えらい、かわいいやんか。兄弟、そこでいい、そこでこれでいいのよ。ふわふわふわ、こっちだ、もうじゃ、ふわこっちだ。兄弟はアクリル板なくても良さそうなもんやけどもな。家族やけどね。まあ一応でも、一応念のためね、念のためね。さあ、じゃあ、みなみちゃん、お願いいたします。素晴らしい琴の演奏を披露してくださったのは、鈴木福くん、そして、たのくん、ゆめちゃん、ほまちゃんなんですけれども、福くん、どうして日本の伝統楽器である琴に興味を持ったんでしょうか。僕たち兄弟は、母や祖母がお琴の先生で、祖父とさっき一緒に尺八を吹いていた、おじが尺八奏者で、父も和楽器 の職人だったりと、本当に物心ついた頃から和楽器が身近にある存在で、なので本当に小さな頃からやっていて、なので今回このように日本の伝統楽器の素晴らしさをこのように世界に発信できるのがすごく嬉しいです。このために練習というよりかもずっとしてたんやね。そうですね、小さい頃からちょくちょくやっていて、まあ、でもこのためにたくさん練習してるね。ね、今福くんも言ってくださいましたが、尺八は川村喜山さんでしたが、ゆめちゃん、喜山先生とどのくらい一緒に練習したんですか。そうですね、みんなで合わせることは本当に少なくて、なんですけど、もうみんな今日のためにここで頑張ってきました。練習は大変でした。大変、そうですね、今回結構テンポも速い曲で大変でした、うん、そうですよね、でも見事でした。たのくんは楽しく演奏できましたか。はい、5人とみんなで演奏ができて嬉しかったです。もうかわいい、おじさん泣けちゃう。ほまちゃんはどうでしたか。着物着れてよかったです。かわいい。たまんねー。欲しい。その着物をおっちゃん買うてあげるわな。買うてあげる、うん、買い取りですか。買い取りや、それもやったじゃん。かわいいわ。で、フワちゃんはいつもと比べると肌が露出してない。肌をうまく隠せてよかったね。普通。どうやったでもこのラーメンのウォーキングは、いやもう素敵な、本当にお着物で小股で歩かせていただいて、超かわいくない、この着物。かわいいよ。似合ってるわちゃん、めちゃくちゃ。本当にそれに、もうみんな福くん一家ファミリーが私のために弾いてくれた。私のためにみんなのためにやけどな。ほまちゃんどう。ほまちゃん、ほまちゃん、ほまちゃん、ふわちゃん、ふわちゃんの着物どうですか。綺麗で可愛い。綺麗で可愛い。綺麗で可愛いな。ね、マイクでもう一回言ってみようか。ほまちゃん、マイクで、マイクで言えるかな。マイクで言ってだって。マイクでどうでしたか。ふわちゃんの着物が綺麗で可愛い。ね、今の声録音して目覚ましにする。そうや、逆に心地よくてね、起きられへんやろ。ね、すごいですね。今ね、背景の画面にもあるんですけれども、はいはい、このステージは TGC と国が推進する日本博の事業としても行われています。日本博は総合テーマ、日本人と自然のもとに美術、文化財、伝統芸能、ファッションなどの各分野にわたり、およそ1万年前から現代まで続く日本の美を国内外へ発信し、次世代に伝えることでさらなる未来の創生を目指すプロジェクトです。今回は琴、尺八の演奏と重要無形文化財によって制作され、世界各国の世界の国々をイメージした置物とのコラボショーをご覧いただきました。フワちゃんのその置物はどこの国をイメージしてるんでしょう。これはアフリカ、違うやろ。
アフリカちゃうやろ、ちゃんと答えなさい、ふわすいません、これはあの沖縄の宮古島、うんね、いやでもアフリカをイメージしてるらしいですよ。え、あ、リアルに、リアルに我々の資料ではそう来てないからね。イメージしてるけど、でも沖縄の宮古島で作られたその、うん、あの帯、うん、海をやってるっていう風に、まあでも確かに南国感というかね、すごいね、トロピカルな感じで、うん、すごいよね、すごいでしょ、本当にもう私スポブレやめてこれにしようかな、かわいい、ね、素敵です。本当田中みな実 も今度貸してあげるよこれ。ありがとう。何やその会話距離置いてるな。おい優しいジャブの打ち合いの会話楽しかった田野くん。うん、楽しかった。フワちゃんのお着物はどう？うん、かわいい。ねえ、いつでもあんたんち行ってあげるね。怖いな怖いわ。もうほんとごと持って帰りたいですよね。ねえ、ほんと素晴らしい。日本博ではですね、国内外に日本の文化の魅力を発信していきますので、皆さんぜひ今後ともチェックをお願いします。はい、名残惜しいですけれども、うん、ゲストは鈴木福くん、ゆめちゃん、たのくん、ほまちゃん、ふわちゃんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。